皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは保存版 SNS 集客に疲弊している教室の先生に送るいつでも満席になる教室レッスンの作り方というテーマでお話をしてみたいと思います。おそらく教室の先生で、集客っていうことを考えた時には、すぐにね満席になるレッスンを作りたい、ないしは発表したらすぐに満席になる状態にしたいと思う方は普通にいらっしゃると思うんですよ。で、私自身が教室業をパン教室ですけどやってた時に基本目指したのは、集客がなくても集まる状態を作るっていう仕組み化でやるっていうこと、今私の私が提唱している部分でいうと自動集客っていう領域と、あとは告知をしたら一瞬で埋まる満席っていう状態を作り出すっていう告知の手法ですね。これを両方使っていて、私の教室は満席を繰り返していたっていう状態を作ってます。なので、私のクライアントさんとかに、その作ったレッスンをどうやって告知するつもりなんですかっていうのを聞くと、そもそも告知のプランニングができてない方がほとんどで、告知のプランニングを失敗すると要は満席にならないわけですよ。で、私の中ではその基本は満席をすぐに埋まる満席を目指すっていうのをやった方がいいと思ってるんですよ。だけどそれっていうのはちゃんと準備が必要で、準備が9割です。ほとんど集客って、だから、いくらいいレッスン作れても、告知の仕方失敗するとすぐに埋まらなかったりします。ただ長期的に自然に集まるようにするっていう、いつでも募集をかけているタイプのレッスンだったら、自動集客の方のやり方でやるし、イベント的なレッスンとか3ヶ月講座とかいう、そういうちょっと局所的に人集めたいっていうレッスンはそういうやり方になるので、大きく分けると2つあるっていうことなんですね。これを上手に扱いながら運用していくと、いつでも満席になる教室のレッスンを作ることができるので、今日は保存版ですって言ってるのは、私のクライアントさんに私がやり方を教えている内容をそのままお伝えするので保存版ですよっていうことで、なので満席を作れてない方っていうのは大概それができてないケースが多いので、今の状況をどんな風に自分がやってるのかっていうのも反省というか参考にしていただければいいかなって思って今日はお話をしたいと思います。はい、それでは、本題の方に入っていきたいと思います。まずですね、じゃあ先に自動集客っていう方のやり方をお伝えします。自動集客っていうのはどういうことかっていうと、勝手に探されて勝手にページを見られて申し込みが入る、これ自動集客の状態です。そんなことできるのって思う人いるかもしれませんが、私もやっていたし、私のクライアントさんで上手にできている人はこれができてます。これができるとどういう状態になるかっていうと、 SNS を激しく頑張らなくても関係を保ち続ける発信をしないとダメですよ。私も今でもこうやって発信をしているし、必要なんですが、これぐらいやんなくちゃっていう脅迫観念に追われながら頑張る必要はないっていうことです。例えば放置してたとしても、ボツッボツって継続的にやってれば、それが年数を重ねるごとに集客が楽になっていくっていう状態を作る、これ自動集客の状態なんですけど、これをやるのに一番肝になる考え方っていうのは、探されるっていうことが まず大事になりますので、たどり着いたページがいいページであるっていうのはまず大前提です。見せるウェブページですね、特定のある人にとってとても魅力的な講座の内容がとても魅力的であることが伝わるように書いてあるページがあるのが大前提です。で、そのページがあった上で、そのページにたどり着くようにページの中にキーワードを埋め込んであげないといけないわけですよね。あとタイトルとか、でそれによって自分が先回りして、お客様がこういうキーワードで自分を探すんじゃないかっていうのを先回りして埋め込むことによって、必要な人が必要な時に必要なものを探す
というふうになった時にたどり着くっていうやり方なんで、これ仕組み化なんで先手を打つ形になります、このやり方に関しては。なのでお客様が何をもって自分の教室を探すだろうっていう可能性を探っておいて、その何通りものものをどうやったら探されるかっていうふうに予測しながらページを作るっていう作業が必要になるので、高度だし時間かかります。その代わり時間がかかるんだけれども、例えば検索エンジン Google でも Yahoo でもいいんですけど、その特定のキーワードで自分のページが上位の方にあれば、だいたい人って上から見ませんか。私3つから見ても5個なんですよ。1ページ目の1ページって10個載ってるんですけど、下の方ほとんど見ないですね。まあ確かに1番から3番のところでいい感じのとこなかったら下まで見ますけれども、あと広告の人が上に乗っかっちゃってきてたりとかしますんでね。その中で例えば1番とか2番とかある特定のキーワードでページ表示されていれば見つけてもらえる可能性が高いですよね。でそうするとある特定のキーワードをちょっとでも探されるかもしれない特定のキーワードで1位表示をいっぱいされればいいわけじゃないですか。すごい大きなキーワードで激戦区の中で1ページ目って難しいけど、ちょっとニッチな感じのキーワードで1ページ目だったら難しくないかもしれないじゃないですか。そのページに表示される状態を20ページ作っておけば20箇所から人って入ってくるわけですよ。なのでそれを作るのは時間がかかるし手間もかかるんですよ。その代わり、まあまず教室の先生はそんなところまでやらないので、私やってたんですけどやらないので、だからたどり着いちゃう。たどり着くっていうことは他の人より私の教室が探されやすい状態をもともと作っていたので、それによって人が普通に来るっていう、まずこれ自動集客の状態を作っているっていう感じなんですね。で探されるってことは自分が積極的にお声掛けをしたりとか積極的にアナウンスをしなくても埋まってるから、だから埋まってるんですよ。埋まってるからちょっと席残ってるな1席とか2席とかっていう時に、まあ、ブログをちょっと書いたりとかして埋めるとか、そんな感じをやるんですよね。なのでこの自動集客の場合キーポイントは探されるっていうことを自分が理解してページを作ったりメディアを運営してるかっていうのが結構大きなポイントになるやり方なんで、これができてない先生結構多いです。なぜならば面倒くさいしキーワードが合ってるかどうか分かんないからですね。はい、まあ、キーワードを、まあ、例えばなんですけどね、私なんかだと天然酵母パン教室横浜っていうキーワードで探してもらうようにしようと思ってやっていたので、まあ、何だったらよかったらそれで探してみてください。結構たくさんの教室が出てくると思います。私の教室も5年ぐらいページいじってないですけど、まだ上の方にいるんじゃないかな、はい、と思いますけれども、その上にいる教室が一体どういう教室でどういうキーワードでどういうタイトルでどういうキャプションというか、まあ、ディスクリプションって言って説明書きのとこなんですけどね、説明してるかっていうのを見ると、行こうという人が何をもってそれを探してるかっていうのがそこの中に意図が見えます。意図なしで書いてる人いますよ、もちろん。それでも上位の人っていうのはいるんですけど、基本の考え方はそんな感じになります。なので高度で難しいです、こっちはね。どっちかっていうと、じゃあもう一つ自動集客の方じゃなくて、満席を作る、まあ、もう一つのねやり方で一過性のイベント集客の方ですね。これは計画的にやることができます。ただ準備が9割です、こっちはね。でその具体的なやり方をご説明するんですが、まずイベント集客で一発で埋めたかったら、要は告知と同時に満席にしたかったら、基本ですね、告知の日に満席にすることを考えちゃいけないっていうことです。具体的にどういうことかっていうと、告知をしようとする前に内々的に行きたい人を募っておいて、その人の確定をもらっておきながら、例えば10席埋めなきゃいけないっていう時に9席ぐらいまでもう埋まってる状態で告知すると残席1になるんですよ。1を1人だけ入ってくれればいいので一瞬で満席になるじゃないですか。だからそういう感じです。ということはですね、事前に来たい人を
でどうやって見つけるんですかなんですけど、この時大事になってくるのが、もともとファンいますかっていう話なんですよ。もともとファンいますか、まあ、それが例えばインスタグラム3000人とか、ブログの読者が1500人とか、フェイスブックで5000人友達がいるとか、まあ今ちょっと1000人単位で言っててますけど、まあ、要はその話を聞いてくれるであろう、興味を持ってくれるであろう人たちが何人もともといるんですかっていうのがまず一つなんですよ。告知って結局 SNS で告知するっていうことは、そこに見てくれる人、聞いてくれる人がいない限りはですね、興味も持ってもらえないし、申し込みもしてもらえないんですよ。だからその場合が、例えばフォロワーが10人しかいない人と1万人いる人では、当然ですけど同じ情報を告知したとしても埋まりの速さが違いますよね。それは理解できますよね。なのでその満席にしたい講座がある場合に、告知する相手をもともと持ってない限り埋まりにくいということです。じゃあそれどれぐらいで作っていくのっていう話なんですけど、これはですね、そのフォロワーになってくれる方と自分の講座との相性と距離感が人によって違うんですよ。200人でも100人決まるタイプの人もいるし、1万人いても10人しか決まらないタイプの人もいるんですよ。だから元々の属性を、どういう人を自分が集めちゃってるのかっていうことによって、そのイベントとの相性において、すごく欲しがってる人ばっかり濃く集めておけば、いいイベントだったらポンって流せばすぐに埋まったりとかしますよね。だからもともと濃い属性、興味がある、あなたのレッスンにめちゃめちゃ興味があるっていう人を地道に普段からまず集めておかないといけないんですよ。まあ、LINE とかなんかが割と濃い人がね、集まってる可能性とかは高いと思うんですけど、でそんな感じで考えていくと、まあ告知をして満席にならない人っていうのは、そのやり方が下手っていうのももちろんあるんですけど、そもそもあのパイが少ない、持ってるパイが、要は告知する相手が少ない、お客さんをもともと持ってないケースは、いくらどんなに SNS で発信しても一瞬では 満席にならないです。で一瞬で満席にしたかったら、さらに言うと、そのあらかじめ声をかけて申し込みたい人、それが若干安かったりモニター価格かは別として、自分が1対1で声をかけられるぐらいに相手の情報を知っている人を持っとく必要があるんですよ。で例えば A さんはこの講座のこういうところをきっと喜んでくれるよねと思って A さんに対して言う。で B さんに関しては、あ、また違う、 A さんとは違う側面でこの講座の良さをきっと分かってくれて申し込んでくれるだろうなみたいな、それを理解しておく必要がある。そして、一人一人個別に連絡を取ります。それは決して押し売りではなく、新しい講座リリースされます、まあ、じゃあ佐藤さんという人がいたとしましょう。佐藤さんにとってこの講座はすごくいい講座だと思ってます。なぜならばこれ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 、こういう理由で。で今ちょうどあの予約開始前で、確かこんなのあったら嬉しいとか言ってたなって思い出したので、先にお声掛けしていますっていう話をして、で内容を伝えて、でそれで興味を持ってよかったらご連絡いただければお席確保します、一般発売より前にお席の方はね確保できますんで、よかったら検討してください。だプレミア感と特別感を出してお伝えするわけですよ。でそうすると1対100とかに言ってるんじゃなくて、1対1であなたのためにあるような講座がなんとオープンしますよっていうのを丁寧にご説明していくと、まあ動画とかを使ってくださいっていうことでうちのクライアントさんには言ってるんですけれども、そうするとまあ例えば10人に言って割と10人に決まっちゃうタイプの人と、まあ9人ぐらいに決まる人といろいろいるんですけど、あの個別の情報をどれぐらい持ってるかっていうことです。でその方たちを先に席埋めといて、で10人なのにもう8とか9まで埋めといて、それからリリースするんですよ。だから満席になるじゃないですか。で満席になるとどういう効果があるかっていうと、見た瞬間いいと思った人がいるとするじゃないですか。だけど申し込もうと思ったら満席になってて申し込めないわけですよ。それでも行きたいと思った人は今度どういう行動に出るかっていうと、あの次の募集はいつですか、キャンセル待ち出ませんかとかね、なんか入りたいけど入れないっていうアピールをあちらからしてきます。
そしたらその方たちに、あ、じゃあ次先行予約でご案内しますねって言って名前とか全部控えておくじゃないですか。まあ、場合によっては好評だったんで別に行って建てますみたいな体にして、集まったこぼれちゃった人たちで何日だったら来れますかみたいな雰囲気にして、その人たちが全部 OK っていう日付で口座作ってその人たちを入れちゃって、それで、また一席とか余ってれば公表につき追加日程残一席また一席とか、場合によっては公表につき追加日程満員御礼とか、そんな感じでやると、人って手に入らないものを余計欲しがるっていう傾向と習性がありますから、すごくなんか残念に思うんですよ。でその状態を保ってると、いつでも問い合わせが来てプールをした人数がそこにいて、でその人たちと日程合わせて講座を作って満席ですって言えばいいだけなんで、それの繰り返しが満席がずっと続く候補ですね。これをやるためには自分の講座にかなり強い興味関心を持つ人を手元に持ってないといけないんですよ。じゃあその人どうするの？普段の発信活動からファン作りをしておかなくてはいけないので、 SEO っていうそのキーワードで集客する方法と人柄勝負でこうコミュニケーション取って密密な距離になっていくことによって簡単に埋める方法と2つあるんですよ。だからこれをやりたかったらフォロワー数とか濃い人がいないといけないっていうのがまず1点と、ちゃんと計画的に発表するっていう日付の前に席を埋めておくっていう、一人一人に問い合わせをしてでも埋めておくっていうのをやってから発表にするっていう、この段取りができるかどうかになります。でこの発表としては2ヶ月前くらいにはやっててほしい。それぐらいだと予定どうにか都合つく方多いです。ちなみに私だと3ヶ月か4ヶ月前、場合によっては半年前じゃないとその欲しい日程とかで行けなかったりとかするので、なんなら1年先とかでも、私今来年の自分のライブセミナーのスケジュールとか組んでるんですけど、もう来年まだ今年の12月来てないんですよ。今年の12月来てないけど来年の12月のライブセミナーの日付もう決まってますからね。はい、そんな感じで動いていってる人にとっては、まあ、私の場合は極端ですけど 2,3 ヶ月前には知りたいわけですよ。特にコースレッスンとかの場合には。なのでそれをやってあげると日程確保してもらえる確率が高くなっていきますよね、っていうことがあります。なのでいつでも満席になるレッスンの作り方っていうのは、その内容そのものがいいのがまず当たり前っていう大前提がありますよ。でその内容を喜ぶであろう人をどれだけもともと自分が持ってるのか、持ってないんだったらもともと地道な活動で必死に集めておかないと、いざ発表した時にシーンって誰も反応してくれないんですよ。このやり方を教えてちゃんと私のクライアントさんで実践できてる人は満席が続きます。満席ばっかりです。こぼれた人がだってまた満席を作ってくれて、またこぼれた人が満席作るから、一回やり方をきちんと分かっちゃうと、準備のやり方、体験会の組み方、ライブセミナーの組み方、これも全部その動線の中に入ってくるので、有効的に使うといつでも満席っていう状態は作り出せるということです。このポイントは満席を作り出せるというのがポイントです。自分で環境を作ってるんですよ。ちゃんと仕込んで、別に桜でも何でもないですよ。本当に申し込みしてもらってる段取りをちゃんと理解して、お声掛けする人はお声掛けをしたりとか、一発で埋める自信があるんだったらそれでもいいです。でそれだったとしても、いつにこういう講座やるよって予告だけはしておいて、受付日一斉スタートみたいなやり方でも構わないので、まあ要は入るよねっていう見込みをある程度つけておくっていうことですね。でさらにもっと究極の裏技言いますよ。私は普通によく使ってたやつなんですけど、満席にするっていうことは、そもそも講座を作る前に欲しい人がそこにいれば当たり前ですけど満席になりますよね。私よくそれやってたんですけど、要は構想とか妄想を語るじゃないですか。こんな講座を作ってみようかなと思ってますけどとか言うと、興味がある人は値段も何も聞かないで、そもそもそれ行きたいですとか言うんですよ。あ、行きたいですかとか言って、あ、わかりましたとかね、
じゃあちょっとまだ講座作ってないけど何々さんに出来上がったら一番最初にお伝えしますねって言うと、まあ教室とかで対面で会ってる時はですよ、一緒に聞いてる人が、私も行きたいです、あ、じゃあ連絡しますねとか言って言って、だったら私も行きますとか言って、そこで私の個人のね自宅教室でやってた時3人が定員だったんですよ。だからもうそれで3人決まっちゃうんですよ。だからもう来るって言ってる人がそこにいる人のために講座を組めばいいだけだから、発表と同時にっていうか、発表しなくてもいいんですけど、こういうのをやったよみたいなのを言うと興味を持ってまた言ってきてくれる人もいるかもしれないから、なんとかかんとかのなんとか何月何日満席って言ってブログ上げるんですよ。そうすると、え、埋まっちゃったんですかとか、これいつ告知してました、ごめんなさい内部の方で埋まっちゃいましたとか、次の時には知りたいですとか言われると、知りたいですっていう人にコンタクト取っといて、お名前いただいといて、でそういう人が何人かいたらまたそれで日程作って満席にして、満席ですって言ってアップすればいいだけなんで、それの繰り返しですね。だいたいこの3パターン組み合わせると、ずっといつでも満席みたいな教室は作ることができてました。なので大前提として企画がいいっていうのは当たり前なんですけど、企画が良くても売れてない人はこの一手間二手間三手間ぐらいをやってない人が多いです。でやった途端に満席になりますからね。去年私クライアントさんにいろいろやり方とかね教えて、高額講座の作り方っていうのをね教えると、20万円とかね30万円の講座がいっぱい50とか100とか売れていくといい感じじゃないですかっていう人たちで、そんなのができちゃうと1000万とかっていうのはそんなに難しくない、教室業でもです。で同時に今度集める方ですね、集客も自動集客のやり方とイベント集客のやり方両方分かってて、その高額のものにさらにそれを組み合わせたら高額なのに満席が続くっていう教室も作っちゃうことができます。なので満席を作ることができるためには、準備が9割です、はい、それをやってるかどうかねちょっと考えるだけでも随分変わると思いますよ、はい、っていうお話でございました。ということで本日のまとめでございます。保存版 SNS 集客に疲弊している教室の先生に送るいつでも満席になる教室レッスンの作り方なんかって感じですけどね、はい、1つ目は自動集客の手法を使ってキーワードから、長期的に、チャレンジをし続けて満席を作り続ける、やり方をするというのが1つ目。2つ目は、ファン、濃いファンをもともと作っておいて、そのファンに、講座が始まる前にすでに埋まってる状態を作って発表するっていう仕込みというか手法を、ね、使ってやっていくっていう、この2つが答えになります。で裏技的に言うと、習いたいっていう人を先に作っておいて、そこに合わせて講座を作るっていう、これ究極です。まあだから待たせることになりますけどね、その段階で。でも魅力的な内容だったらそれでも待ってもらえるので、私はこのやり方でほとんど講座を作ってました。はい、だから今言ったのは全部私がやってた手法で、それを皆さんにお伝えしてやってもらってるっていう感じなので、うまくいかせるための下準備っていうのをやられて告知してみるだけでも随分世界が変わるかもしれませんので、トライしてみてください。それでは。